皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はお仕事でも役立つ清楚なヘアメイクを紹介したいと思います。私は普段ナースのお仕事をしているので、今回はナース服を着ているんですけど、皆さんにも役立つ清楚メイクをご紹介します。まずベースメイクから。使うのはブルーの化粧下地とリキッドタイプのファンデーションです。下地の方から塗っていきます。顔全体に塗っていきます。日焼け止め成分の入っているものを使っているので、これだけで日焼け止め効果があります。リキッドのファンデーションを全体的につけていきます。目の下はすごくクマになりやすいので、その辺は結構厚めにつけてクマを隠していきます。なるべく薄く伸ばしていくように。次にファンデーションをつけていきます。ファンデーションもなるべく薄く伸ばすように細かくつけていきます。結構小鼻がてかりやすいので、小鼻も細かくつけていきます。目の下はクマを取るために厚めにつけていきます。真ん中からこう外側に向かってファンデーションを伸ばしていった方が凹凸がなく綺麗な肌に作ることができます。次にチークをつけていきます。チークはピンク色で可愛らしく自然な感じでつけていきたいと思います。だいたい黒目の下あたり、真ん中ら辺から外側に向かって薄くつけていきます。4色あるタイプなんですけど、4色すべて回して使います。チークをつけた方が血色も良くて穏やかな印象になるので、つけるた方が可愛いと思います。続いてアイシャドウをつけていきます。ピンク系とブラウン系で優しくふんわりとした印象に仕上げたいと思います。まずピンクを二重のところ全体に薄くつけていきます。アイホール全体にこのハイライトをつけていきます。ハイライトをつけた方が立体感が出て彫りの深い顔になります。涙袋のところにハイライトをつけます。ぷっくりとした印象になるので目が大きく見えます。涙袋全体にハイライトを入れていきます。目の際に濃いめのブラウンをのせていきます。でもあまり濃くなりすぎないように自然な感じでつけます。と垂れ目っぽくしたいので、目尻のところに薄いブラウンをつけます。では目を開けてやった方が濃くなりにくいので、目を開けた状態でブラウンを目尻に入れていきます。次にブラウンのアイラインをつけていきます。目の際、本当にギリギリの粘膜ぐらいのところに薄くラインを引いていきます。つけるかつけないかぐらいで、もう一回ブラウンのシャドウでなじませていきます。アイラインだけ引くと濃くなりすぎちゃうので、また濃いブラウンのアイシャドウでアイラインをなじませます。つけまつげをつけていきます。これだとかなりゴージャスになってしまうので、清楚なメイクには適さないので、少しカットをして目尻だけつけていきたいと思います。一束こうある中でだいたい半分ぐらいでカットします。
こっちの長めの部分は、結婚式の時とかゴージャスなパーティーの時、あとオスロリとかロリータ系のメイクの時に使います。で、こっちの短い方をお仕事の時にナチュラルなメイクで使います。結構仕事をしてるとメイク直しができなかったりするので、なるべくたっぷりとノリをつけて取れないようにしていきます。目尻に向かってつけていきます。アイラインでつけまつげをなじませていきます。なるべく自然にまつげがついて、つけまつげがついていないように全体的になじませます。最後にリップをつけていきます。リップはあまり色のないマットな印象で清楚なイメージを出します。ほとんど色がつかないグロスタイプのもの。これで完成です。青木美沙子でした。バイバイ。